はい、こんにちは、テニスライズの河合です。今回は、クロスのボールに対してストレートに切り返す、バックハンドの方ですね、バックハンド編を、紹介したいと思います。ラリーの中で、クロスのラリーが多くなりますけれども、そのクロスのラリーをストレートに切り返すショットですね。でこれのバックハンドで打てるようになるとかなりですねボールをしっかりと散らすことができるようになりますので、バックではクロスしか打てないってなってしまうと相手はどんどん回り込んで打とうとしてきますので、そこをしっかりとバックのストレートがですね、打てるように練習をしていきましょう。ポイントはですね、フォアも言いましたけれども引き込んで打つというのは変わらないんですけれども、ただバックハンドの片手の場合は引き込みすぎてしまうと、フォアと違って、自分の視点である肩が前にありますので、フォアの場合は後ろにありますから引き込めば引き込むほどボールを打ちに行けるんですけども、引き込んでしまうと今度はバックで肩よりも後ろになってしまったら差し込まれてボールが打てなくなってしまいます。力が入らなくなってしまいますので、引き込むんですけども自分の肩よりも前でボールが捉えられるところをしっかりとポイントとして押さえてあげてください。それとやはりボールがクロスから来たのに対して自分の打ちたいストレートの方向よりも外にですね、インサイドアウトに振り出すことによってボールにこういう回転をサイドの回転をかけることで切れにくくさせてあげるというのが一つあります。それをするためにバックの片手で、ちょっと気をつけなきゃいけないのは肩ですね。肩が開いてしまうとどうしてもインにラケットが入ってしまってボールがこういうふうに回転がかかって外に切れるようなボールになってしまいますので、打つ時のインサイドアウトの時に自分の右肩が打ちたい方にしっかりと残っているようにしてあげてスイングをしていきましょう。それが強く打とうとしすぎて体を開いてしまうと全部抜くようなボールでサイドスピンがかかって切れることになってしまいますから、引き込んでしっかり打点は前なんですけれども自分の右肩をしっかり残して振り出してあげる。でその後ある程度もう手が伸びてしまったら体は回ってもいいので、できるだけそのスイングの振り抜けるところですね、振り抜けるところまではちょっと右肩を我慢してあげるということが重要になってきますので、そこをポイントとして練習をしてみてください。はい、それでは、練習をしましょう。で、さっきも言ったように肩をしっかりと入れて打点は前ですね、打点は前なんですけど自分の体を開かないように振り抜けるところまでは自分の右肩を残して振りに行ってインサイドアウトで振りに行けるようにしていきます。はい、お願いします。